久保さん今回はねどう動くどうどう動かすみたいにしましょうか、まあ、久保さんがねまあまあ会いに行きましょうみたいなねあの言ってましたけどつながるみたいなこれねまああのー、本当にその通りだと思うんですけど、うん、なんだろうなその会ったから稼げるかではなくその内側の部分なんですよね会いに行くっていう、まあ、少なくても僕あの鹿児島合宿何回かやったんですよ で全員は結果出なかったんですけども、確率的には、あの今度ね、また熟成さんの商品出すんですけど、その、その熟成さんは鹿児島にもう3、4回来たんですよ、合宿でね。3回かな来たんですよ。で、あのー、この前、インスタで1ヶ月ぐらい集客して300万ぐらい上げたんですね。で、そのノウハウをまとめてるんですけどもで、それを今月末か来月頭に売るんですよ。で、まあ、今、普通に稼げてるようになってるんですね。 で、あのー、本当ね、あのー、その塾生さんは、あのー、そう、あれなんですよ。僕はまだ東京にいる時もそうなんですけど、そうそう、一番東京にいる時に、なんか1日5万コンサルやったんですよ。で、募集してたんですけど、その時に、大阪からわざわざね、新幹線で、その1日5万ですよ、のコンサル受けに来たんですよ。とかね。 なんかその、まあ、うちなる気持ちですよね。だからそこに行ったから稼げるとかっていうわけではないんだけど、そこの気持ちはあるのかないのかっていう、わざわざ鹿児島まで来るのか来ないのかっていう、まあ、久保さんもね、あの、いつでも来ていいですよみたいな、うん、あの、やってるじゃないですか。でも来る人来ない人いますよね。あんだけお、あんだけオープンにやってて、こんだけ発信してる、もう来る人いと来ない人いるじゃないですか。まあ、僕はちょっと止めら,止まらせていただきましたけど。 な,なんですかね、まあ行ったから稼げるわけじゃないんだけど、そのうちの気持ちがなければそもそもそこの行動に至らないので、直接ね、鹿児島まで行こうとかね、直接久保さんのところまで行こうとかならないんですよ。だからその原動力っていうのが結構大事なんじゃないかなと思いますね、動くっていう。動けんのか動けないのかって。だから動けない、まあ会いに行けるぐらいの動くっていう行動ができないんだったら、まあその程度のパワーなんじゃないかなっていう。 だって人生を変えられるんだったらね、北海道でも沖縄でも行くべきじゃないですか。変えたいと思うんだったらね。ど,どうですか,だから行ったから、なんか億万長者合宿に参加したら、億万長者になれるっていう思考ではなくね、そこにお金を払ってでも、行ってみよう、会ってみよう、生で聞いてみようっていう、その内から出る気持ちっていうのは僕は大事だと思うんですね。でそこの前提がなければ、成功する人生を変えるっていうのは難しいんじゃないかなと思いますね。行ってらっしゃい。